はい、じゃあ半過ぎましたんで、ね、そろそろやりましょうか。じゃあエントリーまだの方いるかな。はい、こんばんは。ニュートンの PC が新しくなりまして、で、映像の撮り方もちょっとね、変わったんですよね。まあ、それで結構画質は良くなったかと思います。はい、じゃあね、今日は紅白戦ということで、じゃあリーダーを、はい、じゃあリーダーだ、あ、どうぞどうぞ。あ、こんばんは、ベビンです。ご無沙汰してます。リーダー、ちょっとシノさん行きませんか。シノさんと、そうですね、あのメンバー通り、あと誰かいないかな。これとりあえず、の試合これ終わったらやめてほしいな。で、まだ決まってないんですけど、今日読み上げます。参加メンバー14名です。あ、破天荒さん、破天荒さん。で、今日はですね、14名なんですけど、じゃんけんでメンバー取ってもらいたいんです。今日は篠本田さんと、破天荒さんに、チーム決めしてもらおうと思います。エントリー言いますね。バイパー、ムナーリ、お茶丸さん、山本さん、トーコンさん、破天荒さん、ハイジンくん、友田さん、これは？あ、茶坊主さんね。あ、いやー、お久しぶりですね。中島さん、川島、篠本田、阿部銀長氏、14名ですね。まずじゃあ、1P2P をじゃんけんして、好きな人を1人まず取って、順番通り。
着々とチームゲミエをしております。どうぞどうぞ。はい、じゃあね、今日は紅白戦で、篠本田さんと破天荒さんが今リーダーでメンバー決めやってます。じゃあ決まりましたね。決まりましたね。順番決めはいつもどうなさってます？キャラはメイン2つですか？違うキャラ。はい、じゃあね、本日は紅白戦で1人2キャラ、はい、同キャラ不可ということでやっていきます、はい、なのであのリーダーの方にね、キャラを教えてあげてくださいね。じゃあちょっと軽く読み上げましょうか。 1P チームが、破天荒さんのチームですね。これが、ムナーリさんとお茶丸くん、トーコンさん、友澤さん、中島さん、川シムさん、こちら 1P チームになります。で 2P チーム、篠本田さんのチームの方が、バイパーさん、山本さん、ハイジンさん、チャボーズさんと阿部ビンさんと長州さんですね。じゃああれですね、 1P の方は今配信台でチャボーズさんのサガットやってる側にの方集まってください。もう入れないでね、やろうね。はい、キャラ教えてあげてくださいね、リーダーの方に。で、2P は今川シムがやってる配信台の、まあ、こっちから向かって奥側に集まってください。もう入れないでくださいね。エントリーされてる方はもう入れないでくださいね。あとはですね、先ほど、読み上げたように、1人2キャラでメインとサブみたいな感じで、まあ、相手のチーム構成と自分のチーム構成、自分の自キャラと、そうですね、
いろいろ考えて得意なサブキャラを選んでいただいた方が面白いかと思います。あ、グッチさん、あ、チーム戦、グッチ、あ、じゃあ、あ、これ分かりました。じゃあグッチは1キャラでじゃんけんして 1P、2P でグッチを取って、どうする？いや、じゃあ2キャラ持ちだから今回グッチは1キャラで、で、じゃあグッチじゃんけんでまず 1P、2P でグッチを取る。今77なんだけど今日2キャラメインとサブだから、で、グッチを取った方はグッチはメインで行って、で、あとは相手チームは入ってもいいし、入んないんだったらチームのもう一人が、まあ、3キャラ目を使える、グッチのどっちでもいいよ、うん、で、どうしよう、今日配信台も終わりにしてくださいね、うん、それでとりあえず決めましょうね。で、はてこさん、川島さん、ちょっと来てもらいます。グッチが来たんで、取り合いじゃないですけど、はい、まだ来てない。はい、あ、破天荒さんの方にグッチさん入ります。あ、XS は別扱いです。いいんじゃないですか、じゃあ坊主さん、いいよ、はい、リーダーの方にキャラクターを教えてあげてください皆さん。一応チームとかこういろいろ決めたいんで、エントリーされてる方は今から入れるみたいなのはやめてほしいな。決めてからやりましょう。バッピーバルログエントリーしてる方は一体やめてほしいな。まあね、あ、東大さん来たんでちょっともうみんなやめてもらっていいですか。決めよう決めよう決めよう、やるよ。じゃあワンピー側は一旦そうですね、配信台の両替機側に、ワンピーはちょっと手前側の両替機側で、ツーピー側は奥の壁側に、今チャボーズさんいる方に集まってください。え、ちなみに一人メインキャラと、もう一体サブキャラ使うっていうことなので、同じキャラ2体はダメです。 X と S とかだったら OK です。まあ今チャボーズさん見えたんで、 X サガと S サガみたいなのは OK です。さあ、じゃあちょっと集まってくださいね。じゃあ僕ちょっと皆さん次キャラを伝えてください、チームメイトリーダーに。長州さんは、うん、じゃあこれ先方どうするんですか、先方から被せですか、
全部決めます。全部決めて、やってる方が多いですけど、まあ、あのルールは何でもいいんで、ぶっちゃけ、うん、じゃあ、本日はですね、先方だけ固定で、あとはこう、まあ、1人2体ということで、かぶせスタイルにしようと思います。まあ、その代わりこう、ラウンドが終わるまでに決めてくださいねっていう。さあもう、じゃあいいですかね、始めましょうか。あれらで閉じちゃいますね。分かる。先方決まったみたいですね。じゃあ先方、先方だけ単純に分けてる。じゃあ始めるんで、やってる人はできる限り協力してください。僕上でも何でもないから出なくていいよぐらい言っちゃってもいいかな。今回かぶせなんで、の試合はちょっと控えてください。みんなでやりに行こうっていう。
はい、じゃあ今回一人ね、はい、1回負けるごとに罰1個つけていくんで。あ、わかりました。あ、来ました。あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、あれですね。はい、始まりました、7月21日、ニュートのランバトですかね。よろしくお願いします。ワンピーは、お茶丸くんの DJ スピアレアなシノホンダの S ブラですね。この後は処理2キャラってことでかぶせになっていくので、フェイントサブで、はいはい、2P の、ハゲワ君のところ杉さんが代わりに入りますので、はい、よろしくお願いいたします。で、この後本当さっきも言ったように杉さんかぶせ合いみたいな感じなんで、そうのじ合いはなるべく控えてみんなでやりに行きましょうっていう。さあ取ったのはお茶丸くんの DJ、次誰だ。さあ DJ 得意なサーブでもメインでもいいよ。エズリーちゃん。さあ、あ、今ね志願したのがハイジンくんのサーブのエスリューいきます。2体目はハイジンくんの S 流、これぴったりですね彼には。さあ波動もしっかり、昇竜もしっかり。さあレンガでパーフェクト。さあ1ラウンドはハイジンくんが取りまして、はい、アウェウィンです。長州ですってないよね。長州さんがアウェウィンの真似しようとするとね、はい、ドラえもんになるんですよ。なるの？なんでだろうかね。これ今のダイヤシ届くね、やっぱり。おー、今のはやっちゃいけないやつだね。ハイジク考えよう、残り1ドットだったぞ。残り1ドットなら波動拳の削りでいいのに。考えるのがめんどくさくてキャラ自由になったの。なんか俺キャラ聞かれてたような気がするんだけど、あれは意味がなかったんですね。青サイの練習してたんだけどな。あ、だから青サイ青サイって言ってたんですね。この通りでございます。まあハイジン君 S 流、 S 流合ってるよね。合ってるというか、まあ竜使ってるからね。そう、X 竜使ってたらまあ S 竜も使えるでしょうっていう話ですね。弾速いし。さあ誰をかぶせていくか。ハイジン君に対してお茶丸君は左の上から3番目です。ワンピーの方、一応試合始まってるんで、リーダーの破天荒さん勝手に選んで決めてください。そう、お前行けと。さあ殺すまでにやっちゃってください。一人勝手に負けつけちゃいますよ。さあ破天荒さん誰を呼んでくるのか。さあカワシムが、お、カワシムが入った。何で出るのか、ね、ザンギ。カワシムが青サイ、青サイ来たね。本物だ、本物、本物。本物カワシム本物だった。さあカワシムザンギはね、ダブル割りがめちゃめちゃうまいから強いですよね。弾きもできるでしょ。そうなんですよね。非常にめんどくさいザンギではあります。カワシムはね、そうザンギと DJ うまいね、サブ。そうですね、カワシムのサブはザンギと DJ と、あと何使いますかね、そのくらいですかね。そうですね。
今度なる怪人いいダイヤシーン。さああと一度、おっとカーシムがダブラリを見せる、はい、珍しいですね。まあね、こういう今逆に怪人くんダブラリ出てないなと思ったら打っちゃうのもありですね。カーシムがスクリューに行かない。あのローキック一発はヒット確認できているのか。さあ結構届くな。さあ龍はこれはあとは何を絡めていかないと取り返すのは結構きついのではないかと。今の良かったですね、カーシムのね。さあいいパンチ、いい大キック、いい大キック。さあカーシムダブラリが結構ミスる。どういうことか。さあ端きついぞ。さあ今のはファイヤーにしたいですね。そうファイヤー入れたいですね。さあいいダイヤシー、いいですね。さあこれは死ねる。おーっと逃げた。サンフレジャンプ、 S 流のサンフレジャンプが効いてますかね。おなぜ中小流が出て、今はちょっと知らなかったかな。さあ誰を出していくか足のホンダチーム。アビビンカヘル誰でもいいよ、やっちゃう。シノさん、アビビンが自分で立候補した。アベビンがガイルで出るのか。アベビンダルシムか。ガイル、アベビンガイル。さあアベビンは何を考え、おっといい様、何を考えているのかよく分からないところが強みですね。最大のしかしカーシムもいい立ち回りですね。必殺技の使いどころがいいですね。バニシングにしてもダブラリにしても。おっと硬直に確定しましたね。おっとバクチサワーダウン取って、おっとヒット確認ができているのか。サニトビもしっかりしていそうな感じ。さすがにこれね、ガイルは熱いですね。これだけ体力差がついてしまうと。さあ、アベビン、キャラさを生かしたい。おっと、これは、おーっと、やりますね、今のクライ様は。おっと、2わずかは死ねる。サニトビしっかりしている。これは死んだ、おばら生きてる。さあアベビン仕事できず。さあ誰が出る。誰でもいいですよ、適当に選んでください。ちょっと負けちゃったんですけど、ちょっとレバーガード入ってないかもしれない。ちょっと見てほしいですね。レバーが悪いというアベビンからのクレームが入りました。右下ちょっと入りにくかったんで、そう負けのままでいいんですけど、一応あの 1,2,3,4 のぐるぐるやってもらいたいと。あ、そのままなんかどのキャラでもいいです。ただぐるぐるで試してみてください。斜め入る？アベビンが斜め下入んないって言ってんだけど。大丈夫ね、一瞬ぐる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 するだけでいいです。いや全くじゃないですけど、さっき2ラウンド目かなんか何もカードになってなかったんで。さあこれは誰のホンダ？シノホンダさんがメインで早くも行ってしまう。大丈夫？ 2回目出ていく。ダンディにはね勝ちたいところですね。そうですね、いいコパ。さあシノホンダさんは割と最近きっちり待てるようになっているイメージがあります、はい。さあこれは見てから OK ガード。ほっと、うまいですね今の3段。さあじゃあガード頑張ろう。今のカーシムのダブラリうまかったですね。100列に確定取っていきましたね。ちゃんとねいいタックになってます。さあシノさんが、はい、
ダイエットにあとは気をつけてほしい。おっと、ここでリバサを出ないと死ぬ。まあまだ、じゃあこれガードで OK だよ。おっと、 OK。 さあ大逆列が出ない。借り手が出てないぞ。おっと相打ち痛い。これは私も相打ちで OK。 これはさすがに地獄好き連打でホンダ側がすることがあまりない。あと30秒あるから、さあそうですね、これで今のでちょっと分かんなくなりましたね。さあ鬼、ま、大いちょうが入れば勝てますよ。さあ時間考えて。さあじゃあ顔は死ぬ。おっと大足が確定しまった。しかしちょっと後で反省だな。さあそうですね、よくやった。女で何に言われたら反省ですね。さあ誰を出していく。さあこれ、あ、チャボズさん、サブキャラがいいんじゃないですか。チャボズさん勝ちましょう。チャボズさんサブキャラ、サブキャラ、そう、いっちゃいましょう。サブキャラいっちゃいましょう。さあチャボちゃん入って。はい、もう負けちゃうから入って。サビビンの一存でチャボズが、そう、タイガー、タイガー出なかったかな。さあ普通のサガットで入っていく、はい、メインからさ、はい、サガットジャンニはいい勝負らしい。結構いい勝負になっちゃうんで、僕思ったんですよ、これあのネタとかじゃなくて、サガットもあのアントビっていうか頭あのガードしてるジャンニに蹴っていかないとサガットがどんどん詰められちゃうんで。そうですよ、サガットの攻めはジャンニ落としづらいんですよね。それをやらないサガットは上手くてもだいぶ詰められちゃうんで。ああちなみにややはあんましやらないですけどね。それでも勝ってるんですよね彼は。あれはすごい。おっと、今のは死にそうだったが葉っぱかが出た。リバサではなかったですよね、その後でしたね。さあ下タイガーはダブラルで避けれるんですけど、下タイガーのフェイントの回ってしまうと台足をもらってしまう。ちょっと楽になってるか。まあそのフェイントでちゃんと前歩いて台足入れれないと残に回り放題なんで、そこをしっかりしないとダメですね。下がってさあ出てないぞ。さあここを見てれば大丈夫。さあおっとカーシム、今のはバニシングやろうとしたのか、寄ってしまう。さあこれは何を、おい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 、何をしようとしたのか。生スパコンでよかったじゃないの、アッパカとか。ジャンプ大キックとかでもよかったんですよね。さあ逃げたぞ。でも端だから僕は逃がしたくないなって、サガット使ってたら。サガット使ったことあるんですか。あるあるある、結構いけるよ、ドヤ向きで。さあ大パン、そう、あれをちょいちょいやった方がいい。またピョル。さあこれは何をするのか、意味がわからない。チャボーズ、これはナメプなのか。さあ2人目のカーシムが死んで、破天荒チーム誰が出てくる。そうですね、今ワンピー側はね2体失って、ツーピー側は4体失ってるんでね。やっぱレバーがおかしいと、チャボーズからクレームが。いや、一旦ちょっとあの、あ、テッコさん待ってください。ちょっと一旦入りますね。さあ、アベビンのレバーが悪いというのは正しかったと。レバーチェックっていうか、もう変えちゃっていいんじゃないの。変えちゃった方がいいかも。まあ、これメインだったら僕途中でごめんって言ったけどね。ガイドかな、どこが入んないの。僕はなんか右下全然入ってなかった。右下が入らない。そう、動いてるぞ。まあ、触ってきたな、アベビン。触ってきたら、あ、ちょっとやっていこうかな。
阿部瓶が右下に入らないと。ちなみに僕は普通のレバーでも左下に入らないです。僕はね結構真面目なんですよ。意味が分かりません。そうじゃなくてちゃんと見てる、あの一つプレイヤー見てる見てるって見てるとこは見てなかったりするんですけど、いやそれだけ聞いてもまだ分からないですそこじゃないから。でもね、本当試合中だったらその場で行った方がいいですからね。この後夏も試合とか大会あるんで。さあ、ハゲがレバーを変えてくれているのかな。まあね、レバーも結構高いですからね。1本1500円から正道だったら1500円ぐらいするんですよね。三和だったら3000円ぐらいするんですよね、はいはい、そして三和レバーの方が人気がある。精密はカクカクカクってこうカチカチ言うやつですかね。サーバーはこう回したらそのまま音が出ない感じですよね。まあレバー音が出るか出ないかはまあ同じ精密とかでも静音とかあるから、はいはい、著者はどっちが使いやすいか。僕はどっちもどっちかな。サーバーの方がちょっといいのかな。 あんま気にならないですね。どちらかというと新しいか新しくないかの方が大事な感じですね。そうね、精密ちょっと重たいですよね。精密でもなんか好きな人は好きですよね。そうですね、きっちり操作する人は精密の方がいいみたいなことを聞きますね。さあさあ、これは1本取ってたとかどうなんですか。関係ない関係ない、終わった後なんで。もう川島生まれて、はい、川島生まれたんで川島側は関係ないだったんで、はいはい、でこれで出てくるのが発展校さんの S 流、はい、S サガじゃないですね今日。さあ悪の発展校どこ行ったのか。 S 流でも、はい、打ち合いですね。大した変わらないですよね。 S 流の S サガ、さっきあれ川島戦でちょっと破天荒さんミスってたのもあったんで、まあ、レバーのせいかわかんないけど、しっかりきっちり決めてもらいたいですね。いい波動。これはジェノサイドで終わりかと思ったが、そうですね。さあタボーズ 2P があるとジェノサイドが出ないのか。打ち合いはさっきからチャボーズはよく S 流に、まあ上タイガーはやっぱ強いですからね。上タイガーね、下タイガーで打ち合うのは無理ですけど、はい、上タイガーは S から後でも全然打ち合えるんで。その後ですね、距離と回り下タイガーは、まあ、下タイガーはそうですね、下タイガーは S サガとの精度差が激しいんですけど、はいはい、上タイガーは S サガと X サガとあんま変わんないんでね。さあ時間が刻々と過ぎて、おっと発展校さんがこれはあと、はい、安いわそれは。ショーキックダイアッパーでも終わったかもしれなくない。立ちショーキック一発アッパーなんですかね。そうそうそう、いや X サガットなダイアッパーから体力減ってくるとあんま減らないんで、まあでも中足にやりたくなるのは分かりますよね一番手堅いっちゃ手堅いですからね。時間と体力ね、こう見た方がいいですよね。あでもタイガー2が一発しか当たんないっていうのが不思議だったんですけどね。なんで当たんなかったんですかね。
これはさすがにパワット有利か。さあゼロサイドで終わりだ、はい、おい、いやそろそろ使おうよ。ゼノサイドが出なかったがチャボーズが勝った。さあ破天荒チーム3人やられて次は誰が出るか。中島本田。さあこれはね僕思うには、はい、やってる方勝ち。どうだろう、やってる方勝ちというな、うん、チャボーズさんはもう結構本田やってるでしょ。本田戦を、本田戦をやってんのかな。やってる。さあでもうまいな。さあこれは死んでしまうか。まあね、アパカ出なかったらやっぱ負けますよね。さあこれは下がった敵にはまずいよ。リードされるとやっぱ下がったら辛いキャラですから ね、厳しいですね。弾が強いんで、はい、まあ、リードはしやすいはずなんでそれを守っていかないとダメなんですけど、はい、上が出ないともうリードをくそもないんでね。今ね本田がやったこう下タイガーを見てドスコイ、あれを常に貯めておくといいですね。サガット側はそれを食らわないように前に歩いてタイガーを打たなければダメ、はい、さあ対応できてないぞこの場合です。おい、さあ死の本田チーム誰を出すか、はい、山本龍が出る予定。まあさっきの基本的には本田サガット、本田がね、てかニュートン寒いわ。寒い。なんでこんな寒いの。さあ山本龍、これはねさすがにメインなんで、ニュートン来るときはなんか上着を持ってこないとダメですよこれ。いや僕はね外から来たときはいい感じだと思いますよ。ここへ凍えてるんですけど俺とかね、ワイパーホークとかね、痩せてる人が死にそうになってるんですよね。さあ、いい猫パンチ完璧ですね。カワシムも死にそうだと思うんですよね。カワシムも結構ガリガリですからね。そうね、体脂肪というか。あー、出なかったぞ。カワシムでも運動してるからな。カワシム野球かな。野球です。カワシムは野球、野球、野球少年。はい、少年。さあ、大いちょが入ってさあ出しちゃった。ルー相手にはできるはず。さあ助かったね、ルー側としてはね。さあそれにめげずホンダはちょっと頑張ってほしい。さあ、はい、おっと今のは死亡コースだったが、やなんかコパンが出てましたね。さあ割り込み勝利、今回のはありなんですけど、さっきのね大勝利で暴れる竜っていうのはまだいけるなってこう2戦目から気づくんですよ、本田側としては。これは出させてもいいかな。昇竜拳が出せる気が、はい、さあ真空を使っていってほしい。さあこれ動かなくてももう竜はいいんですけど、さあジャンプチューパー、はい、さあ誰が、おっと闘魂が、私水木トコさんね、S チューンで行くって言ってたよ。 S チューン、はい、コマンドを知っている。僕は斜め上、斜め下をガチャガチャってやりますけど。さあこれ端は端つらいよ。さあいい昇竜拳。さあファイヤー欲しいです。まあ端だからいいんですけどね。さあ山本さんは真空溜まったから当ててほしいが、はい、そうですね、もうちょっとアーチを。さあいい立ち回り。さあ真空使ってほしい、はい、さあ大幅有利。まあ準備、ああちょっとね、そこの使いどころはちょっと悪かったか。
プレッシャーかけてほしいな。さあ飛んで、はい、おっと運がいい、運がいいやつだ。まあ、S ちょっとコマンド違うんで ね、まあ、ねたまにしかやらないと、ああいうのも1,2,おぉ、さあ来たよ、投げて、行ってみがない S キャラ。さあここでしっかりした対応を山本さん見せてもらいたい。山本さん真空溜めたからには打ってほしい。いいよ投げて、さあこれで投げでも真空でも死ぬよ。そうですね、いいよ。さあいい真空、さあ東宝さんすごい勢いで帰っていく、はいさあだんだんこういい勝負。さあ誰が出るか、ね、闘魂あと残ってるのはムナーリ、友田、グッチ。ちょっと関係ないけど、じゃあ熱いのは長州さん大丈夫なの？あ別に熱いのも大丈夫じゃないよ。大丈夫ではない。寒いのも大丈夫じゃないけど。大丈夫ではない。お、聞いたね。トモザがバイソンを使っていく、はい、これはね、トモザこれは結構ポイントどころですね。トモザをどう早めに潰すっていうのは、はい、これ次長州ウザンギの出番のような気がしますね。さあ今のうまいぞ。さあいい足払いで印象流、さあ重ねよう。しかしこれ山本さん あるありそう、真空さえちゃんと当てれれば。さあ余計な大ダメージを取らなければ。おっと、はい、投げて真空、悪くないからの、わーっとそれはちょっと、今のはちょっともったいない。そうですね、まあ、クレイジーあったんで鎖骨よりは投げですね、どちらかというと。タピオリーチですよ。おっと、はいはい。さあこうなると友澤さんのバイソンターンになってしまう。さあいい昇竜拳からの竜巻裏、ナイスガードですね。竜巻裏、さあちょっと竜巻の位置がと近いですね。あれだと裏にしかならないんで。 おっといいですね、オスター真空、はい、大キック、大足、おー、いいですね。そう山本龍がなんとかリカバリーできてる感じですね。怪しい友田バイソン、はい、掴んでしまう。これはちょっと厳しそうですね。おっさん竜巻で逃げたが意味なし。さあこれで首側が青サイの出番ではないのか。長州いきます。こんばんは、篠さん。こんばんは、篠さんが、まあでもま、出番のない篠本田で、はい、うちのチームは、はい、長州さんの、はい、残機長州さん、青菜、青菜推しずっと言ってましたんで、はい、さあこれさすがに長州さんかな、どうなんだろう、ちょっと見応えありますね。見たことない気持ちなんで、はい、この2人。そう、まあこのサブサブは見たことあるんですけど、この対戦は僕も見たことないんで、はい、ね、うまい中盤グランドとかこう。さあここ来たよ、はい、さあ来たよ。まだアントビでもいけるし、もう一丁さあいいヘッド、まあ、出すしかないね、うん、おーっと終わっていた。次はさあちょっとダメでしょう。さあこれ友座ペースになったけど、まあそこまで対応できてないっていうのが分かると、今のところからこうまたアントビいけますからね。はい、さあいい大きい台ですかね。バイパーさんかな、バイパーさん、バイパーさん、サブでもメインでもいいです。
さあ赤鬼からバイパーさんですよ。はい、あ、まあ、僕はバイパーバイソン初めて見るんだけど僕はあるよ僕はね当時桃太郎から一緒だったんで、もう10年前とかベガとかね、結構いろんな使えるんですよ。おお、これが有効ですよね。さあ投げ返したのが友だ、はい。さあこれどっから入るか。そうですね、さあ厳しい、拾ってしまう。さあこれ誰出す、どうする。長州さん行っちゃうかい。俺が行くのメインで。メインでもうだいぶいないぞ。杉さんはダイルと S バイソン。 S バイソンちょっと面白そうな気がするんですけどリクエストで、僕のリクエストでなんですけど さあ S バイソン、はい、いや、いいかでもバイソンと S バイソンだって面白そうじゃない、まあ、S バイソン有利っぽいですけど ねクレイジー以外は結構いけるんじゃないかな。意味が分からない、なぜ間違うのか。テストをして、テストをして、まあこの間にね、ちょっと友田さんがどんどんこう忘れてたもんとか温まってくる。さあ飛び込み三段、あ、温まってないよ。さあ S バイソンのコマンドは、はい、知ってますか。知らないけど斜め上斜め下ガチャガチャポンで、あ、早いですね。知ってる感じかな。正規を、僕は正規はない、邪道。そう、掴み来たよ。さあ、これ強い、これ結構強い。ああ、ちょっと早かったな。さあ、バイソン相手にサギ飛びを見せるのはなかなか難しい。さあ、これはもうなし。まあ、開幕のグランドを食らっている、はい、さあ何だかの全部食らってる。そう、それもあるぞ、ちゃんとある。あ、意味が見てからやられたちょっとこれバイパーさんか長州さんでちょっとやっつけてほしいなって僕としては思うんですけど、僕行っちゃってもいいけどね。じゃあ、長州拳ですか。長州拳ということで、うちのチームは長州さんの拳。今ですね、まあ、1チーム8キャラかける2なんで16なんですけど、あ、長州拳が出ましたね。バイソン拳ってどうなの。バイソン拳はまずはこう、最初はやりたい放題なんですけど、はい、でもそこを見てないでグランドでも短パンチでも打つと剣側はこう取れるわけなんです、昇竜で。あとはこうこけてからの掴みと二択ですね、昇竜とこれですね。そう、剣の掴みも強いんですけど、そう、バイソンも投げ返しできる、あれはうまいですね。そう、ああやって釣るというか、今持っていけるかどうかみたいな。はい、まずはだからさっきもこう言ったんですけど、このキャラ同士でもやり込んでるのである程度、あ、この人はいけるかなっていうのも、これはできるなとか、うまいですね。さあ膝、ここでうまい、殺し切った。アントビじゃなかったっぽいような、あれ良かったですね、台形。さあ破天荒チームは、さあムナハリさんちょっと使ってないんで、グッチかムナハリさん見たいぞ。
サムナリさんのこうサブキャラは何でも、ね、しっかりしてますからね。あ、コメントこれ動いてるんですね。今週大活躍の阿部ピンさん。今週、あ、東西線いや本当はねガイルでやったらアベビーサマー2018って言えるんですけどホンダでしたからね。はい、メインメイン来ました ね。これいい対決ですね。普段どうされた。はい、これあんまりねこの2人はやってないと思います。はい、うまい。まあシュウさんとペコさんの件にはムナアリさんやってると思うんで。さあきっちりしてますね。カバト。さあうまい。二人ともねこう正攻法っていうかしっかりした立ち回りなので。さあ下タイガーを食らってしまう。あそこは僕ね剣だったら下タイガーに竜巻で前行きますね。なるほど。おい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 、それはないよ。みんなよくおじいちゃんって言うけどね。ちょっとさっき食らいすぎてましたね。面白いね。おお、ハウスはきついぞ。さあ剣側は下ガードと上の飛びを食らわなければ。そう。そう。さあ、さあ足払い波動が生きて。ダメでしょう。ついてますね。さあいい試合になりまくってる。うーん、わかんない。あー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 。ムナアリさんよくやった。次のチームは次は。ハイジンクは厳しいかな。下がっとせ。どうか。あ、チャボーズさん S 下がいっちゃう。それとももうここちょっと負けてるんでちょっと2P 寄りの意見ですいません。これ勝手に流してってください。ちょっとね 1P がまあ先ほどちょっと途中まで行ったんですけど 8人かける2で16体いるんですけどまだ6体しかやられてないんです。で、あとは 2P はもう 10体使っちゃってるので、うん、いいよいいよそう。あ、というかグッチもそろそろサブキャラで出ないとね。グッチホークだな、 S サガだしなそうさあちょっと動けてないぞ。チャボーズ、チャボーズいいとこなし。さあ出てなかったら出てないなりの何かをやろうですね。そうですね、はい、飛んでいきゃいいと思うんだけど。そう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 、それが超強いから。そうそうそう、それそう。あ、今のは、そうか、あの場合って S 差が分けれるけど X 差が分けれないっていうクソみたいな場合なんでね。さあ今のうまいぞ。さあ、あとは落とすだけ。 S 差がは、さあ大キックとかでいいよそうそうそう、それが強いんで。あれ切れるのやばいね。でもあれ例えばね、 S 差がホンダにピョンピョンするだけで勝てるからそれぐらいあるか。ジャンプが早いんですよね。早いね。だからこう波動を見てから飛べるし。今の落ちれたはずですが。さあいい切り返し。もうちょっと早く打てそうだぞさあさあ間に割ってきた。さあいいぞ。対空足いいリカバリー。さあ攻撃力も高いですからね。はい。さあこれ無駄にペースだよ。これはこの組み合わせで負けたらやばい。
これもうどうする？どうする？長州さん。別に誰でもいいんじゃないのかなって思うけど。あれ、杉さんはガイル？ガイルじゃない？ガイルやってたらいけるけど、宗成さん上手いよ、ガイル戦。まあ、つってもガイル残してても別に誰には出すのっていう、うん、じゃあどうぞ、行っちゃいましょうか。杉さん、メインで行きましょう。そう、僕なんかね、ヘッポコなんで、さっきの、なんだろう、茶坊主さんの立場だったら、ダメなりに勝つみたいな、とりあえず勝つっていうのを念頭に置いてんですけど。あ、いいですね。さあ、ここ、うまいぞ。僕のガイルだと結構、宗成さんと行ったり来たりできるんですけど、ガイルが前に歩いてもしょうがない感じもするんですけど、はい、なぜ前に歩くのか。さあ、いい対応。そうですね、ソニック打った後なら、まあ、そうですね、はい、前歩いて OK だと思いますが。さあ、ちょっとね、まだ宗成さんが完璧すぎるというか、杉さん動けてないぞ。ガイルはとりあえず球を止めるんで、はいはい、止めるぞと思わせてタイガーを打たすのをやめさせてソニックで押すという。そう、ソニックで押して相打ちの間合いのしたタイガーに、そう、全身ソバット。そうなんですけどね、なかなかその段階を踏めてないですね。そうですね、いきなり飛ぼうとしたり、いきなり前歩こうとしたり。これ僕はね、垂直ジャンプに対して追っかけて垂直で反応できますけど、あとは時間がないんで。そうだね、もうダメですねこれ。まあこれ杉さんはちょっとサガット戦、まあ、いろんな方とやれると楽しくなると思います。残るは山本ハイジンバイパーベビンなんですけど、さあ誰を出す。山本さんが準備で行きたいんじゃないの。はい、手を荒れている。まあ、しかし宗成チュンリー戦も上手いですよね。すごい上手いです。さあ2体目の山本チュンリー、今はそうですね、さっきはそれで飛んだ方が良かったけど、方式はあまりいいことならなかった。さあこの組み合わせもチュンリー側は割と今みたいな感じでね、アパカでサガットが切り返すしかない形にして、おっといらないことをした。さあアパカ。さあでも確かにあんなスパコンは厳しい。やりどく本当ね、チュンリーディスるわけじゃないですけど、まあディスってるのか分かんないけど、ちょっとねノーノーが多すぎるんで。ノーノー、そう、ノーノーって何ですか。まあこれは削りだからいいんですけど、パレとかヒデとかまだこう合わせてない、ノーノーが多すぎるんで。ノーノーっていう言葉の意味がよく分からないですよね僕には。いや、ノーリスクだから、まあその意味は今回ちょっと違うんですけど、とにかくパナして反対側に行っちゃってるとか多いんで、まあ竜使いのこう波動、何にも当たってない波動を打つようなもんですね。さあ時間がないぞ、山本さん頑張れ。さあうまい、よく見て反応しましたね。タイガージェノサイド合わせていく。さあ残るはハイジンバイパー、チャボ、アベミン。さあ誰でもいいよ。ハイジン君行こうか。ハイジンが出てもバイパーアビビンでなんとかするしかない感じか。まあ僕全部食っちゃってもいいよ。アビビンが俺は一人で全部抜けると、う
もう取れ高とか関係ないんだったら全部食っちゃうよ。アベビンが全員倒してくれるということで、はい、これ丸太郎でアベビン行ってもらった方がいいのかな。ワイパーを残してアベビン、じゃあ次もしねそうだったらワイパーさんはねやっぱキャラ差があるんで、はい、かぶせだとさあうまいっすねやっぱね、先に出すべきではない、はい、アベビンが減らすだけ減らしてもうあとはこれしかないってやつ、オッケーやって、そんなこと言ってるとハイジン君がすでにやられている。さあ反応できてないぞ、いいとこ見せよう。下タイガーはガードしたらダメ、あの上タイガーを起き上がってすぐねカードを出せるといいんですけど、下タイガーね龍拳も必ずバックジャンプで受けれるんで、あこのバックジャンプにサガットがおっと前歩きダイパンとかいろいろできる場合だとダメなんですけど、さあこれをお互いよく見て、あと画面真ん中と、あこれ進行、いいですね、いいですね、まあ、今のはしっかりしましたね、はい、ハイジ君、ここから聞こえるかい、下タイガーは竜巻で前行けるぞ、ハイマ君、サガットに前歩きダイヤシは使えますかね、はい、タイガーに勝てないんじゃないのかな、下タイガーには、さあ下タイガーあの手をダイヤシで蹴れるんだったらね、はい、悪くない選択肢だと思うんですけど、さあ、シンク1回目、はい、これはあと2回目打ちたいところですね、はい、溜めたい、さあ、いい立ち中かな、飛んでいい、さあ、いいですね、いいよ、これ、あ今のダイヤシキャンセルは良くない、竜巻キャンセルでしたね、あーダメだって、うまいボガーリー、もうちょっとよく見よう、勝ち試合だった、じゃあ僕行こうか、アベビン行ってらっしゃい、はい、さあ半分以上差がついてしまいました。まあ、アベビンが一人で全部抜くと言ってるんで抜いてくれるでしょう。まさかこの最初のムナーリに負けるはないですよね。あれだけ言ってたんですからね。まあ今週の東西戦ででもアベビンめちゃめちゃ強かったんで、はははははパーフェクト言ってんじゃねえかアベビン。さあドスクに当たって3000点稼ぐ。まあ、リードしてしまえばアベビンのペースか、まあ、アベビンはでもね、うかつなドスクイとか割とやるんでね、ちょっとヒヤヒヤしますね。さあムナーリが球を打たない。さあ体力リードしたのはサガットだが、おっとこれはピヨっちゃうよ、もう大丈夫かな。さあこれはアベビンやばい、アベビン大ピンチ、相打ちが痛い、相打ちが痛い、さあこれはどうだ、タイガーの削りすら痛い、頑張れアベビン。さあドスコイガードされてしまう、あと27秒だが、あーアベビンアベビ全員抜くと言っていたアベビ一人上でやられてしまう、どういうことですかアベビこっち側がダメだったまあお笑いでいいでしょう、よくないですよ。さあこれでバイパーホークが残りを全員抜かないと終わってしまう、あと10人、たった10人、まあ、10連勝するだけなんでね、はい、さあこれ落ち着き確定ですね。さあ上タイガーも確定するんだよね。さあここはおっとうまい、川の、はい、おっとおさあゼロドットなんで高めのコンドルとか、そうですね、高めコンドルでタイガーアッパカとかアッパー相打ちになってどうなんだろう、ダブル TO なんのかな、
おっとバイパーオーク、これは体力時間切れ出ないですね。おーっと、まあ今はね宗張さんよくやったと。そういや、フォークのバックジャンプ合わすの難しいですけどね、ジャンプ速いんで。そう、ね、そう、あ最後はねこれやってほしかったんですよ、今の。今のはもう天読みですかね。さあ宗張がリーチをかけていく。いいよこれは、やばい、はい、しかしまあフォークは一発があるんで、ああいう打ち痛い。そうそうそう、ちょっとディレイがあってもやっぱああなっちゃうんですよね。さあ、ムダーリを殺してしまった、はい、この間はムダーリなんかいっぱい倒したね、レッサーがね、はい、ニュートンのムダーリ。ワンピーおめでとうございますなんですけど、でもおまけでちょっと最後までやりませんか。はい、やってない人が ね結構いるんでね、ムダーリが1回、はい、みんな1回しかやってないんで、ね、そうです。しかもグッチやってねえし、じゃあまずグッチからいっちゃおうか。まあこれはね、チームの組み方がおかしい。シロさんと破天荒さんが取り合ったんだけど。ね、敗因はそこなのかどうなのか、まあ置いておきまして、そう、さあまあさっきのですけど、こうチームのメンツの取り方っていうのはね、これこっち勝ったの大事だ。ああなんか羽根が負けた方のチームに勝ちと勝て負けたもん勝ちかよ。来たよ、四駆色のさあ車、グッチバイソン。てかね、ここね寒い。めちゃめちゃ寒い。さあいい、ああいうのをね嵐を入れていかないと上がっと厳しいですからね。大きいが強い。そうですね、今日はね宗張さん強かったね。さあ相打ち OK。 お、いい2位だよ。さあいろいろ入れ込んでると思うけど、さあアッパーが強い。何しちゃっちゃ、ああ、ではね、村上さん今日強かったけどあんまりアッパー出てなかったなっていうのはちょっと正直な感想です。強かったですね。次はまだまだいますよ。入りたい人、ちょっと殺したいっていう人行きましょうね。宗張さん、よかったですよ。さあ、さあ、青菜から誰でしょう。あ、お茶丸さん。あ、見えなかったんで、ありがとうございます。さあこれちょっとやってしまったが近いぞ。今できてる残機だったらやばかったですね、いろいろと。さあまずはね、残機はそのグラウンドあんまり食らわないで守りたいところですね。タチコパンとかシャガダイダブラリ。さあこれグッチイケイケだよ。これはアントビコースよ。あちょっと違うぞ、ガチチューが出てましたけど。さあお次はアンピーの灰色の竜は破天荒さん。さあ、あの距離はいきなりダメです。さあファイヤーも使ってほしいですね。さあ慎重に立ち回ってるけど、リードはバイソン。さああんまり、いいよ入って、
お、いいよ。先端うまい。さあこれは対応できてないよ。破天荒さん守ろう。さあ守ってるけどそれはダメでしょう。さあピョッタ、あさあ流れがグッチさんに行ってるよ。これはさあ天功さんお疲れ様でした。お、カワシム出てきたな。まあここは圧倒的カワシムを見たいですね。グッチこれはできてるのか。あれがね相打ちで当たれば面白い展開になるんですけど。さあ一発使っていった。さあいい、あー欲しい。あれでピヨっぽかったけどまだあるよ。合わせていけば終わり。さあ伸びるジャンプ中か。さあ体力を玉島さん、おお強い、強いけどちょっと川島もうちょっと頑張ってほしいな。さあ今のもいけないやつ、あれピヨだからね。さああとは川島はつかみからとかしかなくなってきてると思うけど、今のも入ったと思う。さあ見られてヘッドで掴めて終わり。これは友田さんを褒めるのか、友田さんじゃないな、ここにいたからグッチを褒めるべきか、カワシムをちょっと反省なのか。さあメイ続々と出てきてますけど、トーコンさんこれはね、さすがにね、投稿さんでしょう。さあ、安定。さあ、あとは、ああ、やることがなくなってしまった。これどうなんでしょうね。おお、うまい。凹んでるところを投げに行く。これ基本的には僕チュンリー7ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、でもバイソンもね、まあ、チュンリーも似てるんですけど、ちょっと強い弱いキャラにだけ勝ってるような人はちょっと僕はあんまり好きじゃないのでそうね、そうだから、まあお互いね、例えばおー、いい岩パンチね、バイソン使いだったらチュンリーを食ってやるとか。今ここに友田さんいますけど、友田さんのチュンリー戦とかかっこいいですからね。さあこれ弾くと辛いけど、さあアントビから、さあ、グッチもうまい、うまいですね。さあ、このカットはいいと思います、この使い方。さあ、ガムジャパッタ。さあ、あとはさあ、さあ、残ったワンピーの方、ちょっと相談しながらやってくださいね。紹介試合って言ったらそれまでになっちゃいます。
お、来ましたね。中島さんのガイルかな。これは僕ガイルも使うんでちょっと見応えある対戦カードなんですけど、さあ、あの東光さんの今の投げが画面端に投げるのいいですね。ケイシンがあれうまいんですけど、さあそこはちょっとトルネリ届かなかった。さあチュンリーこれでもうチャージしたので、さあ今のは助かったよガイル側としては。そうあれはね余裕で入っちゃうんで、おわちょっと入りすぎだろうでもきっちり決めていく。さあね端に追い込まれないようにねガイルはスパコン溜まる前にねもうガンガン体力を削ってほしい。さあ大き攻めはうまいよ。さあ東根さんのはちょっとノーノーだったかな。さあ投げに投げ返しなのかガムジャパか。今ね裏剣の方が良かったですね、一個一個減らすには。そうですね。さあここでガイル側はスパコを食らわないで、そう秒数を考えて、いや2本目中島さん良かったですね。さあ飛び込み、あーさあそういいですね東光さん。いやさっきねパレ君がね池袋いたんですけど、アントビオやってこないんですよ。そうやっぱりここはねうまいうまいカット。さっきさああそこはガードだったな。やっぱりチュンリーガイルはガイルこけた時にアントビでなんぼだと思ってますんで、うまかったですね東光さん。さあ出ましたチュンリーキラーと言われています。自信はあるでしょう、研究してやり込んでます友澤さん。さあちょっと早かったか、うまいうまいサイコからの投げでもなかった、なんて言うんでしょう半回転回るあれうまいですね東光さんね。さあちょっと遠いか、表に投げて、さあ東光さん優勢だけど投げ泳ぐ。さあお互いスパコンどこから来るかわからない。さああれは暗い投げだったのかな、スパコンだったのかな、暗いスパコンだったのかな。さあ1本取ったのは東光さん。本当にねチュンリー側対応とか処理れればベガにガン有利なんですけど、さあここで入ってしまった。そうなんですよベガ不利でも勝つもんなっていうコメントいただけましたけど、さあやってるぞベガ側はどうしても倒しておかないといけない相手なんで。うまいぞ。さあうまい台形からの、さあ泳いだけど飛行に当たってダブル2の先端が当たる投げ返し。さすがの友田さんでしたね。さあグッチ行っちゃうのかい行っちゃう。さあお次は
グッチリュウが出ました。グッチのねベガ戦はかなりやばいと思います。さあ中腰からのうまいタッチシューかな。さあ反応できてる。さあ下がりの猫パン強い。さあ最高切れに足払いからさあ浮いてからのさあ猫から埋めてきましたね。最後は長州でさあムナーリさんがネギを使ったのでガエルかな、ガエルかな、エッシャーがでもいいよってさあこれラストでしょうかね、これラストでしょうかね。さあムナーリさんのガイルはめちゃくちゃうまいですからね。ムナーリさんはリュウ、ガイル、まあ他のキャラもそうですけどめっちゃ丁寧でうまいんです。さあ踏み込み足払いがうまい。さあ休めだったけどよくカットした。さあダブルで終わり。なんか面白いタチコパンの返しとかありましたけど、さあ当たってしまう。さああのヤクザダイゴスからの置き攻めがいいですね。さあ体力的にはあ踏んでしまうが、さあグッチが有利、これはもうすることないのか。さあ2回転目を蹴れなかったけど歩き大勝利取り返しましたね。さあ開幕は竜巻で表だった。あ今のは3段か4段みたいな欲しかったですけど、まあ、画面端で体力もごっそり勝ってますので、さあ入った入った。さあ欲しい壊し明太ダブルとかだったらもう狙ってたと思うんですけど、さあ追っかけられなかった。いいぞ。さあもう一丁熱い。さあゼロドット熱いよ。あーめくったけど投げ返して、さあグッチが締めました。本日のランバトはこれにて終了しました。皆さんありがとうございます。はい、じゃあ勝った 1P チームの方お写真を集ま、まあ、あの映りたい人だけでいいんで、あ、じゃあ撮っちゃいましょう。じゃあ本日のランバトはこれで終了いたします。お疲れ様です。
あ、今度は8月ですね。Thank you.